革命期バルブレイブ、山田雷蔵役の中村雄一です。おたまやゆうすけ役の吉野ひろゆきです、はい。はい。よろしくお願いします。明けおめです。あ、もうこれがそういう時期なんですね。そういう時期。あれ年明け一発目ってことですか、これ。これ一発目ですね。バルブレイブ的には。あ、じゃあ明けおめです。明けおめです。はい。なんか1月からは月1配信になったんだって？うん。あら。そのようで。じゃあ。もともとはは、各週ぐらいでやってたんだよ。各週ぐらいだった。ね、毎週毎週やってた。毎週やってた。そんなにやってたの？そんなにゲストちょいちょい変わってたの？俺過去1回しか来てないけど。まあ、あんだけキャストいるんでね。うん、まあ、そうか。なんとかなってたんじゃないですか。ああ、じゃあ、あいつら来てたのかな。だからもうみんな終わったからもうちょっと行かないっす、みたいな。なって、毎月。あんまり誰も来ないから、しょうがなく。月一で。今日、この日に、まさかの、事務所の新年会じゃなく、ここに仕事ぶっ込まれたと。そう。そうですよ。今日ね、シグマセブン、新年会やってるんですよ。そうなんですよね。新年会で毎年一回カレーを食うのが楽しみなのに。今頃、多分。あいつらカレー食ってますよ。もう食ってる？もう食えますよ。すこの時間だったら、ね。多分、マキさんが話をして、それを聞きながらカレーを食ってるんじゃないですか。それ俺でしょ。それ話してる。今だったら誰も取らねえから、今取り放題だと。今みんな話聞いてるぞ。それはまあ聞く時間だから。そうですね。そうでした。バルブレイブ自体はなんかね、年内に放送終わっちゃったんですよね。はい。見ました。見ましたよ。ちゃんと見ましたよ。はい、いろいろわかんないことがあったんですけど。え？あれ。あ、お話としてですか？あれって、最後は、あれ、その流れのまんまの時間軸なんですか？あれ。何年後とかなってんの？なってないの？一番最後は何年後なんじゃないですか？やっぱ時間経ってるんだよね。何年後ってことは、うん、でもあの人たちあのまんまなの？なんか今更そんな話を聞いてるのもそうでしょうけど。いや、本当にわかんなくて。だから、あの、なんか、何？先祖代々的なこう、続いてった。もう死なないから。死なないの？うん。あ、死なないから？あれでも死んじゃう人もいるでしょ？もうだから全員あっちになったってことじゃないですか？あ、そういうことなの？うん、違うのかな？今分かったよ。ってことなんじゃないの？もう全員、いつの間にそういうことなの？全員注射したとか、そういうことじゃないですか。あら、なかなかそういうお話だったら本当知らなかった、うん。見てる人みんな気づいてたんだろうな。そしてね、一応このラジオの、これ伝統です。うん、なんすか？番組のタイトルを決めたい。あー、ありましたね。ということで、ああどうする、革命期バルブレイブウェブラジオ、中村一と吉野博之の、なんとか。なんとか。何々。何がいいかね。一応ここに書いてあるのは、僕が前つけたのは、ノブマリエライトニングって言って、この、あの、臨終なさった方を、まあ、こう、サンダーが、こう、志を受け継ぐんだっていう人たちを、あの、のけようと思って。うん、なるほどね。その引き継ぎでいくと、ノブマリエ・キューマ・サンダー・ハルト・ライトニングです。長いなぁ。まあ、他の人も入れるともっと増えちゃうんですけど。そうだね。じゃあ、生きてる方の名前出してったら。多いよ。それも多いよ。いっぱいいるよ。もっと大変なことになっちゃうもんね。そうか。なんか、つながりがあればね。我々の時は、メガネだったから、うん、前出た時は、うん、畑野くんと二人で。ああ、なるほど。そう。メガネ同士でなんかしないけど、裸メガネになったんだけど。裸メガネ最初的には。確か。裸がいる。いや、裸が多分重要だったんですよ、その時きっと。あ、そうだ。で、その時多分、その、俺たちの中でそうだった。そうです、つけるしかないっていう。どうしましょうか。どうする？あ、これ、モジュールシグマセブンって、あれだっけ？あの、あいつら、瀬戸くんとか、クエンがつけたやつ？シグマはね、はい。そうだった。じゃあ、どうしましょうね。どうしようか。なかなか、シグマ、モジュールシグマセブンが使われてるんなら。山田セブンとかですよ。山田って、うちのマネージャーですよね。いや、ちょ、役も山田だよ。僕の山田ね。そうああ。いや、急に山田だけピンで使われたら、うちのマネージャーしか思いつかないですよ。そうですね。それじゃワッキーでいいでしょ。脇山セブン。うん、社長の名前にしようか。浦部セブン。うん。エツタロセブン。うん、とか。そういう。ダメかな。ダメか。どうしようかな。どうしようかな。いいのあるかな。次がね、ね。次がね。次のやつら名前つけようとする。次のやつら。次のやつら決まってんですよ。次のやつらもう発表するんですか？まだ本当だよ。それ大体番組の最後に発表するみたいですけど。いや、今回は。先に意表ついてね。なんと、次回はですね、連邦工事里美役の並川大輔さんと、二宮高飛役の小峠美奈子さんが。ああ、じゃあもう。ゲストなんです。その二人ですからね。ゲストというかパーソナリティなんですね。じゃあちょっと、なんか、あの、最後にね、結婚した二キャラですね。じゃあどうしましょうか。バルブレイブ。中村一、吉野博之のマリジブルーとかにしちゃう？マリジブルー、そうしましょう、じゃあ。それ結婚といえばマリジブルー、ね。そうですね。はい、じゃあ、それでは行きます、それで。はい、わかりました。はい。革命期バルブレイブウェブラジオ、中村雄一と吉野博之のマリジブルー。はい。はい。
何のこっちゃですか今回我々には全く関係ないですね。もう次へのね、そうです、コメントなんですけども、まあまあ、ほら、リア充の人たちのね、ちょっとブルーになるよって話ですよ。そうですね、新年ですからね、それ決めた人もいるでしょう、はい、マリジブルですよということで、まあ、前話、まあ、改めてのオープニングトークで、はい、そうです、前話終了と、そうです、いうことで、ハルトは死んだことはびっくりしたんですかね。どうなんですかみんな。でもあれ言ってなかったんだっけ。これちなみに最終回後初のラジオ、うん、もう一個前あるあった。じゃあどこまで話したか分かんないですけど、ハルトが死ぬっていうのはね、うん、なんか2期が始まって突然、ね、あの監督が言い出したんですよね、うん、割と早いうちに急にまあハルトは死ぬからってそうです、オープニングトークぐらいのそうそうそう、アフレコ前のね2期が始まった時ですかね、時だと思う。2期でいろいろとまたそのキャラ設定のもう話とか、うん、今後どうなっていきますみたいなのをざっと説明があったんですけどね、あの時にあのしれっとでもマリエはね、あのこうなるからそうそうそう、でマリエがね死んじゃうんだよね。マリエがまずサクッと死ぬって言ったもんね。そこでみんな、あ、マリエ死ぬみたいな。そういうポジだったのみたいな。もう来週再来週ぐらいには死ぬからみたいな。そうそう。でも言われてる復縁全然理解しなくて。そうそう、おー、へー、みたいな。死ぬっていう言葉じゃなかったですね、確か。そうだね。ルーンを使うと死んじゃうんだよ、みたいな話で。そうだ、その、ね、マリエが一回乗って消費して、その様をハルトが見て、自分もああなってしまうんだって、思うんだよっていう話をしてるときに、ね、みんなはじゃあマリエ死ぬじゃんって思ってるけど復縁だけ気づいてなくてへーって言ってて、あなた死ぬよって言ったえーってそんなでしたね言ってて、その流れからのハルトも死にます、ハルトも死ぬって言われて、で犬塚もあの途中で間も変わって死ぬんだけど、そうそうそうあの流れでもみたいな、ね、続々死んでますけどみたいな、どんどん死ぬ話がもらって、そう聞いちゃいけないんじゃないかみたいな、怖い怖い怖いみたいなそんなだったね、確かに。そうそう、あれは。そうなの、緊急発表だったからね。サンダーも最後ね。そうですね。まあ、でも死ぬフラグ立っちゃったからね。もうね、あの、言っちゃあれなんですけどね、うん、あの、小野くんが置いてたあの盾がね、うん、あれが死亡フラグ。あれね。あれ呪われた盾なんでね。あれ持ってっちゃダメだ。あれを取りにしたやつは死ぬんで。だいたい盾持ってるやつなんて守ることしかできないから死ぬに決まってる。守る役だから、もう、始まって、あの、小野くんがあの機体に乗った時からみんな言ってました。うん、盾はいかん。そうだね。盾はあかんっつって、うん、それは死んじゃうから、死んじゃうやつだからあかんっつったんですけどね、まあ予想通りですけども、まあね、お玉屋が死にませんでしたね、まあ死ん大丈夫でしたね、まあ大丈夫ですよ、あれが死んじゃったら本当流れ玉に当たったぐらいアンラッキーですよ、お玉屋が急にやられたらなかなかいないよ、もし死ぬシーンがあったとしたらどういう死に方ですかね、それはなんだっけよくわかんないけど、あの多分あれと一緒でアストナージさんみたいにいきなり死んでそういうやつです。ハルト危ないって、ハルトは今行くなよって言ったら、ドーンってなって、甲板がぶち抜かれてみたいな。いないみたいな。ふわあれお玉やお玉やでもそういうところでしかだってね、ないじゃん。なんかミッションの途中で一人誰かね、まあ、やられたら、それも肉弾戦でパーンって撃たれて死んじゃったみたいなもんですよ。戦場にいないですからね。うん、なかなかいないですよ。パイロットなのに、あの、撃たれて死ぬなんて、僕、過去知ってる中で何人かしか、何人かというか一人ぐらいしか来てない。次回のゲストの人じゃん。そうですね。パイロットなのに、機体から降りて、喋ってる最中に撃たれて死ぬっていうのは。ねえ、谷川先生の役ですね。そうですね。そうでしたけど、ありましたけどね。まあまあ。どうなったか、まあ皆さんのね、ご想像にお任せしますけれども。そうですね。その後の話はね。はい。ということで、まあ、リスナーから届いたメッセージ、紹介していきましょうかね。いきましょう。ですね、バルブレイブ 3D 化希望さんよりいただきました。最終回も終わってしまい、今非常に寂しい気持ちです。バルブレイブは豪華声優陣、キャラクターデザイン、メカニックデザイン、そしてオープニングは紅白にも出場したあのお二方など豊富な内容で非常に楽しめました。続編の声も多いのではないでしょうか。もし続編が作られるならまたできるだけ同じ声優陣でやってほしいです。主人公たちは実は生きていた、主人公たちに似た子孫の物語など風呂敷を広げることもできるのではないでしょうか、うん、ぜひ続編などを所望します。あ、やっぱそうなんだ。同じ声優陣、同じ声優陣だから生きてたってこと。生きてたら、まあもしくはまあ同じ声優陣ではね、いくらでもできますよ。やろうと思えば、あの予算の都合とスケジュールの都合さえ。スケジュールかな、まあ。我々声優なんですから、だって何の声やったっていいわけですから。別に同じキャラじゃないですよね。別にね、僕はもう3台やらなくてもいいわけですから、ね。そうそうそう。今度メカニックだぞ、お前っていう。やばい、俺は死ぬのかもしれない。今度のメカニックは死にますって言われちゃうかもしれない。わかんないけど。でもね、そう。まあ、ね、そういう案はやれなくはないんでしょう、ね、でも、あれでしょう、だからみんなああいう風に長生きできる人たちになっちゃってたら、うん、ね、そのまま生きてる人たちは無限に生きちゃってんだ。
あれ。まあ、そうなんじゃないですか、多分、設定としては、ね。そうだよね。いや、僕もだからそれが気になったんですよね。あの、もうちっちゃい子が出てきたじゃないですか、最後。はいはいはい。あの、王子様みたいな。はいはいはい。ってことは、あの子が育ってる年月ぐらいは少なくとも経ってるわけで、ね、それ以上で、あの子がその、もう最初の、自分たちの生きてた時代からの最初の子なのか、もっと時間が経ってるのかっていうのが、うん、たまたまその吸血鬼だった二人が話して、噛みつきだった二人が話してるからさ、わかんなくてさ、最後翔子出てきた時にさ、あれどうなんだろうと思って。うん、でも、あんな石像みんな年取ってない。取ってはいなかった ね, ね。そうそう。だからあれがただ単に子孫なのに、あのセリフを言ってたら、ちょっとおかしいだろうってう。私の大切な人みたいに言ってるけど、お前子孫だったら、何も知らんだろうが、みたいな。見てねえだろう。そう。ちょっとなんか気になるなって。山田さん知らんだろう。そう。この山田さんはあなたは会っていませんよねみたいな。本当は。この人は盾を受け取ったんです。そう。その下りとか知らないわけですからね。そうそう。気になりましたけどね。ね、まあまあまあ、うん。どうなんでしょうね。まあまあ、わかりませんけども。はい。お期待ください。はい、ということで次です。ラジオネーム、ゆずはなさんです。はい。中村さん、吉野さん、こんにちは。はい、こんにちは。アニメ革命期バルブレイブ放送終了してしまいましたね。それでも22、23話などサンダーの男気あふれる感じはかっこよかったです。ところでアニメを見ていて思ったのですが、ぶっちゃけ山田のことをサンダーと呼ぶ人はいたんですか？あれだけ自分のことをサンダーだと言っていたのに呼んでいた人は、うん、お二人はあの学園には山田のことをサンダーと呼んでくれる人はいたと思いますか？あの学園にサンダー、多分ノブだけじゃないですか。ノブだけ言って、ノブは言ってたんじゃないかと思いますけど、だからノブのことを忘れられなかったんだから、ね、そうですよ。ノブライトニングってつけちゃったね、つけちゃったね、ライゾーさんがね。そう。まあちなみにサンダーっていうのは山田のこと、山田っていう字を山田だから、そう、サンダって言ってるから別にライゾー関係ないんじゃない、うん、そうなんだかっていう、サンダーだ、それで山田なんだ、山田の読み方違う。あ、そうかそうか、うん、そうだね、確かに、サンダー、ああそうしたかったんだ。わかんないですよ。でもこれひょっとしたら、ノブがつけてくれたのかもしれませんよ。山田って呼びづらい。お前は山田だからサンダーな。本当に。ちょっと待って、これじゃあ、ノブ、今このバルブレイブを見たね、小中学生ぐらいとか高校生ぐらいのやつが、うん、山田くんは今日からお前サンダーなって言われてるやつがいるかもしれない。いじめみたいな使い方やめてくれるか。そういう使い方やめてくれるか。いや、なんなら、いや、なんなら先に、お、俺が元祖サンダーだぜって言ってるやつがいるかもしれない。もうすでにね、うん、山田さん、どっかの山田さんがね。うちの事務所のかな。うちの事務所の山田をサンダーなんて思ったこともないし、呼んだこともない。サンダーみたいだけど、どっちかっていうとオタマヤみたいな感じですからね。うん、あ、どっちかというとオタマヤよりですね、うん、うちの山ちゃんはね。そうですね。はい。ということで皆さん、メッセージありがとうございました。はい、じゃあそれでは行きます、それで。はい、わかりました。はい。革命期バルブレイブウェブラジオ、中村雄一と吉野博之のマインチブルー。はい、はい、何のこっちゃですか。今回我々には全く関係ないです、ね、ですね、もう次へのね、そうですコメントなんですけども、まあまあ、はい、リア充の人たちのね、うん、ちょっとブルーになるよって話ですよ。そうですね、新年ですからね。それ決めた人もいるでしょう、はい、マリジブルですよ。ということで、まあ、前話、はい、まあ、改めてのオープニングトークで、はい、そうですね、前話終了と、そうです、いうことで、ハルトは死んだことはびっくりしたんですかね。どうなんですか、みんな。でもあれ言ってなかったんだっけ、これ、うん、ちなみに最終回後初のラジオ、もう一個まああるあった。じゃあどこまで話したかわかんないですけど、ハルトが死ぬっていうのはね、うん、なんか2期が始まって突然、ね、監督が言い出したんですよね。うん、割と早いうちに急に、まあハルトは死ぬから。そうそう。オープニングトークぐらいの、そうそうそう。アフレコ前のね、2期が始まった時ですね。時だと思う。2期でいろいろとまたそのキャラ設定のもう話とか、うん、今後どうなっていきますみたいなのをざっと、うん、説明があったんですけどね。あの時にしれっと、マリエはね、こうなるから、で、マリエがね、死んじゃうんだよね。マリエがまずサクッと死ぬって言ったもんね。そこでみんな、あ、マリエ死ぬみたいな。そういうポジだったのみたいな。もう来週再来週ぐらいには死ぬからみたいな。そうそう。でも言われてる復縁全然理解しなくて。おへえ、みたいな。死ぬっていう言葉じゃなかったですね、確か。そうだね。ルーンを使うと死んじゃうんだよ、みたいな話で。で、ね、マリエが一回乗って消費して、その様をハルトが見て、自分もああなってしまうんだって、思うんだよっていう話をしてるときに、ね、みんなは、じゃあマリエ死ぬじゃんって思ってるけど、復縁だけ気づいてなくて、へぇーって言ってて、あなた死ぬよって言った、
って。そんなでしたね。言ってて。その流れからのハルドも死にます。ハルドも死ぬって言われて、で、犬塚も、途中で、まも変わって死ぬんだけど、流れでもみたいな、ね。続々死んでますけど、みたいな。どんどん死ぬ話が、もらって。そう、聞いちゃいけないんじゃないか、みたいな。怖い怖い怖い、みたいな。そんなだったね、確かに。そうそう、あれは。そうなの、緊急発表だったね。サンダーも最後ね。そうですね。まあ、でも死ぬフラグ立っちゃったからね。もうね、言っちゃあれなんですけどね、小野くんが置いてた盾がね、うん、あれが死亡フラグ。あれね。あれ呪われた盾なんでね。あれ持ってっちゃダメだあれを取りにしたやつは死ぬんで。だいたい盾持ってるやつなんて守ることしかできないから死ぬに決まってる。守る役だから、もう始まって、小野くんがあの機体に乗った時からみんな言ってました。うん、盾はいかん。そうだね。てはあかんっつって、うん、それは死んじゃうから死んじゃうやつだからあかんっつったんですけどね、まあ、予想通りですけども、おたまえは死にませんでしたね。まあ大丈夫でしたね。まあ大丈夫ですよ。あれが死んじゃったら本当流れ玉に当たったぐらいアンラッキーですよ。おたまえが出るんだよね。何年後ってことは、でもあの人たちあのまんまなの。なんか今更そんな話を聞いてるのもそうでしょうけど。いや本当に分かんなくて。だからなんか何？先祖代々的な、こう、続いてった。もう死なないから。死なないの？うん。あ、死なないから？あれでも死んじゃう人もいるでしょ？もうだから全員あっちになったってことじゃないですか？あ、そういうことなの？うん。違うのかな？今分かったよ。ってことなんじゃないの？もう全員。いつの間にそういうことか。全員注射したとか、そういうことじゃないですか。あら。なかなかそういうお話だったら本当知らなかった、うん。見てる人みんな気づいてたんだろうな。そしてね、一応このラジオの、これ伝統です。何すか？番組のタイトルを決めたい。ああ、ありましたね。ということで、どうする、革命期バルブレイブウェブラジオ、中村ジと吉野博之の、なんとか。なんとか。何々。何がいいかね。一応ここに書いてあるのは、僕が前つけたのは、ノブマリエライトニングって言って、この、臨終なさった方を、まあ、こう、サンダーが、こう、うん、志を受け継ぐんだっていう人たちを、のけようと思って、うん、なるほどね。その引き継ぎでいくと、ノブマリエ・キューマ・サンダー・ハルト・ライトニング、長いなぁ。まあ、他の人も入れるともっと増えちゃうんですけど。そうだね。じゃあ、生きてる方の名前出してったら。多いよ。それも多いよ。いっぱいいるよ。もっと大変なことになっちゃうもんね。そうか。なんか、つながりがあればね。我々の時は、メガネだったから、前出た時は、畑野くんと二人で。ああ、なるほど。そう。メガネ同士で、なんかしないけど、裸メガネになったんだけど。裸メガネ最初的には。確か。裸がいる？いや、裸が多分重要だったんですよ。その時きっと。ああ、そうだ。で、その時多分、その、俺たちの中でそうだった。つけるしかないっていう。どうしましょうか。どうする？あ、これ、モジュールシグマセブンって、あれだっけ？あいつら、瀬戸くんとか、クエンがつけたやつ？シグマはね。そうだった。じゃあ、どうしましょうね。どうしようか。なかなか、シグマ、モジュールシグマセブンが使われてるんなら。山田セブンとかですよ。山田って、うちのマネージャーですよね。いや、ちょ、役も山田だよ。僕の山田ね。そうそうそう。ああ。違う、うちの。いや、急に山田だけピンで使われたら、うちのマネージャーしか思いつかないですよ。そうですね。それじゃワッキーでいいでしょ。脇山セブン。うん、社長の名前にしようか。浦部セブン。うん。エツタロセブン。うん、とか。そういう。ダメかな。ダメか。どうしようかな。どうしようかな。いいのあるかな。次がね、ね。次がね、次のやつら名前つけようとする。次のやつら。次のやつら決まってんですよ。次のやつらもう発表するんですか？まだ本当だよ。それ大体番組の最後に発表するみたいですけど。いや、今回は。先に意表をついてね。なんと、次回はですね、連邦工事里見役の並川大輔さんと、二宮高飛役の小峠美奈子さんが。ああ、じゃあもう。ゲストなんです。その二人ですからね。ゲストというかパーソナリティなんですね。じゃあちょっと、なんか、最後にね、結婚した二キャラですね。じゃあどうしましょうか。バルブレイブ。中村一、吉野博之のマリージブルーとかにしちゃう？マリージブルー。時代的な、こう、続いてった。もう死なないから。死なないの？うん。あ、死なないから？あれでも死んじゃう人もいるでしょ？もうだから全員あっちになったってことじゃないですか？あ、そういうことなの？うん。違うのかな？今分かったよ。ってことなんじゃないの？もう全員。いつの間にそういうことか。全員注射したとか、そういうことか。あら。なかなかそういうお話だったら本当知らなかった。見てる人みんな気づいてたんだろうな。そしてね、一応このラジオの、これ伝統です。何すか？番組のタイトルを決めたい。ああ、ありましたね。ということで、どうする？革命期バルブレイブウェブラジオ、中村ジと吉野博之の、なんとか。なんとか。何々。何がいいかね。一応ここに書いてあるのは、僕が前つけたのは、ノブマリエライトニングって言って、この、臨終なさった方を、まあ、こう、サンダーが、こう、志を受け継ぐんだっていう人たちを、
のけようと思って。なるほどね。その引き継ぎでいくと、ノブマリエ、キューマサンダー、ハルトライトニング。長いなぁ。まあ、他の人も入れるともっと増えちゃうんですけど。そうだね。じゃあ、生きてる方の名前出してったら。多いよ。それも多いよ。いっぱいいるよ。もっと大変なことになっちゃうもんね。そうか。なんか、つながりがあればね。我々の時は、メガネだったから、うん、前出た時は、うん、畑野くんと二人で。ああ、なるほど。そう。メガネ同士でなんかしないけど、裸メガネになったんだけど。裸メガネ最初的には。確か。裸いるいや、裸が多分重要だったんですよ、その時きっと。あ、そうだ。で、その時多分、俺たちの中でそうだった。つけるしかないっていう。どうしましょうか。どうする？あ、これモジュールシグマセブンって、あれだっけ？あいつら、瀬戸くんとか、クエンがつけたやつ？シグマはね、うん。そうだった。じゃあ、どうしましょうね。どうしようか。なかなか、シグマ、モジュールシグマセブンが使われてるんなら。山田セブンとかですよ。山田って、うちのマネージャーですよね。いや、一応楽、役も山田や。あ、僕の山田ね。そうああ。いや、急に山田だけピンで使われたら、うちのマネージャーしか思いつかないですよ。そうですね。それじゃワッキーでいいでしょ。脇山セブン。うん、社長の名前にしようか。浦部セブン。うん。エツタロセブン。うん、とか。そういう。ダメかな。ダメか。どうしようかな。どうしようかな。いいのあるかな。次がね、次がね、次のやつら名前つけようとする。次のやつら。次のやつら決まってんですよ。次のやつらもう発表するんですか？まだ本当だよ。それ大体番組の最後に発表するみたいですけど。いや、今回は。先に出しちゃう。衣装ついてね。出しちゃう。なんと、次回はですね、連邦君、連邦浩二里役の浪川大輔さんと、二宮隆役の小峠美奈子さんが。ああ、じゃあもう。ゲストなんです。その二人ですからね。ゲストというかパーソナリティなんですね。じゃあちょっと、なんか、最後にね、結婚した二キャラですね。じゃあどうしましょうか。バルブレイブ、中村一、吉野博之のマリジブルーとかにしちゃう？マリジブルー、そうしましょう、じゃあ。それ結婚といえばマリジブルー、ね。そうですね。はい、じゃあ、それでは行きます、それで。はい、わかりました。はい。